1984年発行のソ連切手、アーリア・バタは、インド共和国が初めて打ち上げた人工衛星。インドが製作し、1975年4月19日に、ソ連製ロケットによりソ連領内から打ち上げられた。名称は、古典期インドの天文学者、アーリア・バタに由来する。天文学者、アーリア・バタの名前を、ラテン文字転写した際に含まれる。 設備時には、豚と豚の二通りの綴りがある。人工衛星アーリアバタの正式名称の綴りとしては T を重ねる方が採用された。しかしながら、本来は T を重ねないものが正しいので、例えば、ブリタニカ百科事典やアメリカ航空宇宙局の公式ホームページのように、本人工衛星に言及する際に T を重ねない綴りを採用することも多い。 インド宇宙研究機関が人工衛星アーリアバタを製作した目的は衛星軌道上の宇宙機の操縦方法の確立、宇宙機の発するシグナルを地上で受信し転送し、位置を特定する方法の確立、宇宙開発事業のインフラを整えることなどにあった。アーリアバタの機体は26面の多角形型で直径1.4メートル。重量は3 6 0ラムであった。 底面と頂面を除いたすべての面が太陽パネルに覆われていた。また、X 線天文学、超高相対気学、太陽物理学の実験を行うための実験器具が積み込まれていた。人工衛星アーリアバタは1975年4月19日、ソビエト連邦によってカプースチンヤールからコスモス 3M ロケットで打ち上げられた。 衛星軌道に到達してから4日間が過ぎたところで、電力に問題が生じ、実験の中断を余儀なくされた。ミッション開始から5日目、人工衛星アーリアバタからのすべての信号がロストした。5日間のオペレーションではあったものの、有意義な情報が集められたと評価された。人工衛星アーリアバタは1992年2月11日に大気圏再突入した。 人工衛星アーリアバタ打ち上げの後、インド共和国は、同国の宇宙開発計画に沿って、2機のバースカラ衛星をはじめとして、複数の人工衛星を打ち上げた。1976年から使用された、インドのニルピー紙幣の裏面には、人工衛星アーリアバタの絵が描かれた。この紙幣は、1997年まで使用された。また、 1984年に発行されたソ連の切手の一つには人工衛星アーリアバタがその後に打ち上げられた二つのインドの人工衛星と共に描かれている。ありがとうございます。